ーガルサスペンス幻の3作目。はい、どうも、ひだしです。今回はジャッジシリーズの3作目は発売されるのかということについて語っていきます。ちなみにジャッジシリーズとはなんとなくは分かってると思うんですが、龍が如くスタジオの木村拓哉さん主演のジャッジアイズロストジャッジメントの総称を僕が勝手にそう呼んでいます。巷ではキムタクが如くなんて呼ばれていますが、僕はこの呼び方が嫌いです。理由はなんかかっこ悪い。で、今回のテーマなんですが、日本海外ともに人気の高いジャッジシリーズは、昨年ロストジャッジメントが発売され、出演俳優の豪華さやゲームのクオリティの高さから世間からも注目度がすごいものでした。なので発売直後から、もちろんその続編が今後発売されるのかという点についてもいろいろ憶測が飛び交っていました。そして期待通り続編制作が決定となればよかったんですが、何やら雲行きが怪しいようです。まあその辺の事情についても触れつつ、今回は解説紹介していきたいと思います。では行きましょう。まあじらしてもしょうがないので、結論から申し上げますと、ジャッジシリーズ3作目は発売されません。ちょっと待てよ。はふざけんなと思っている方もいると思いますが、これには理由がありまして、龍が如くスタジオとジャニーズ事務所の考え方の違いがあるために、続編の発売は絶望的なのではとなっているんです。まず知っておいてほしいのは、ジャッジシリーズの昨今のゲームをプレイする媒体としてメインとなっているのが PS4 なんだよね。変化しつつあるものの、まだ売り上げのほとんども PS4 であって、そこに PS5 がまあプラスアルファといった感じとなっています。しかし現代世界ではゲームのプラットフォームも PC 版である Steam がだいぶ浸透してきました。 Steam の龍が如くゼロなんてバカみたいに売れてましたからね。なのでそんな過去もあって、 Steam もセガにとっても太い稼ぎとなっているわけです。でもそうなるとですよ、同じリュースタが作っているジャッジアイズにもその白羽の矢が立つわけですよ。ジャッジアイズが発売した当初、初動は平均的な売れ行きだったんだけど、ピエール滝のシャブ漬け事件をきっかけにゲームがバカ売れすることとなりました。まあ詳しくはこの動画を見てください。でこうなるとセガはジャッジシリーズも Steam で売りたいなとなるわけです。でもここで問題が発生しました。それが木村拓哉さんが所属しているジャニーズ事務所が Steam での販売にノーを出したんですね。じゃあなんでジャニーズが Steam は NG を出したかというと、 PC でプレイできちゃうことに問題を感じているらしく、皆さんは MOD という言葉を聞いたことがありますか？ MOD は簡単に言うとゲームのデータの改造のことで、それを使うとキャラの見た目やゲーム内で本来ならありえないプレイができたりするんです。例えば僕はバイオハザードのタイラントがトーマスになったやつで爆笑しましたね。そして PS4 では使えない MOD でも PC 版となると比較的簡単に誰でも使えてしまうため、それによってキムタクが演じる矢神の見た目を好き勝手にいじれてしまうわけです。女装したキムタクや全裸で戦うキムタクの動画なんかが間違いなく作られてしまうでしょうね。僕は正直見てみたい。そうなるとジャニーズ的にも肖像権に引っかかってくるので、いじられるのを防ぐためには Steam はやめてくれってなるわけ。でもキムタク自身もテレビで女装したり上半身晒したりしてるよね。だからジャニーズさん許してください。何でもするからさ。まあ以上の理由から PC 版で売りたいセガと売らせたくないジャニーズで衝突し、セガは Steam で販売できないならもう別な作品作った方がよくねとなるんです。じゃあもうジャッジシリーズは販売しないのかというと、完全にはそうは言い切れなくて、売上だけで見るとジャッジアイズはバカ売れしたし、ロストジャッジメントも前作ほどではないけどそれなりの結果を出したので、リュースタさん次第でどうなるかといったところ。あと関係ないんだけど、リュースタは新作には配信制限ちゃんとつけろずっと思ってたけど、発売初日から YouTube とかにゲームの本編のムービーの動画全部上がってるのはいくらなんでもおかしいよ。龍が如くやジャッジはストーリーゲーなんだからさ、絶対動画見て満足した人たち買わなくなるじゃん。宣伝にもなるんだろうけど、こんなことばっかしてたら売り上げ絶対下がるよ。せめて初週くらいはゲームの終盤配信禁止にした方が絶対いい。いやお前もプレイ動画上げてるやん、
そうだけど言い訳すると、あれは本編に比べて内容も薄いし、世間からも注目されてなかったから3日ぐらいに分けて投稿すれば大丈夫かなと思ってあげたんだよね。でもいざあげてみると意外と大変で、見てくれる人がいるからエンディングまで投稿しなくちゃいけなくなるから結構めんどくさかった。で、話を戻すと、公式が規制してくれた方が僕みたいな YouTuber もどこまで動画にしていいか分かりやすいから罪悪感がなくて動画も作りやすい。皆さんは知らないと思うけど、去年のロストジャッジメントの配信日、アーリーアクセスで3日早く僕はプレイしたんだけど、配信者たちがゲームをどこまでプレイしたらいいか Twitter とかで情報共有してたからね。まあ結局僕は初日から23時間ぶっ通しでプレイしたせいで配信のアーカイブ消えたんだけどね。だから売り上げや配信者のためにもリュースタは個別で絶対配信のガイドライン作るべき。主演がキムタクだったり、その他の芸能人が出演してる以上、中途半端な売り上げじゃ赤字になりかねないからね。でもこういうこと言うと、じゃあキムタク出さないで作品作ればいいじゃん。そうじゃないんだよ。そうなると、さっきも言ったけど、ジャッジシリーズじゃなくてもいいよねってなるし、ジャッジじゃないなら、海藤さんや東、杉浦やつくもなんかも出す必要がなくなるわけであって、気づけば別物になってしまう。でもみんながやりたいのはジャッジなんだよ。だから、キムタクは必要なんだよ。あのゲームは、おっさんがいざって時に一丸となって敵を倒すっていう、友情、努力、勝利が味わえる作品なんですよ。小汚い事務所でおっさんたちがふざけ合ったり、みんなで敵に勝ち込みかけたりするジャッジが見たいんだよ。なのでね、長々と語ってきましたが、続編が発売しないと言いつつも、この動画の予想が外れて、心のどこかで奇跡が起きて制作決定しないかと願い続ける日差しでした。もし発売されなかったらジャニーズを一生呪う。このチャンネルでは龍が如くの解説紹介動画を上げていきます。動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。